ダンレアリー・イラスはアイルランドのレンスター地方のダブリン県に位置する地方行政区画の一つ。ダンレアリー・イラス市はダブリン県を構成する四つの市の一つであり、中心街はダンレアリーである。かつてのダンレアリー自治区とラスダウンダン借領にちなんで名付けられた。人口は2016年の国勢調査の時点で218,018人だった。ダンレアリー・イラスは 東にアイリッシュ会、北にダブリン市議会の地方自治区、西に南ダブリン市、南はウィックロー県に接している。高等教育機関は主にユニバーシティカレッジダブリンとダンレアリー、芸術技術学院がある。1994年にダブリン県議会が廃止され、ダブリン市と共に分割された4つの市の一つである。これにより、ダブリン県は、 ダブリン地域とも呼ばれるようになった。ダブリン県は伝統的な32県の一つとして、現在も住所などで使われている。2015年以降、ダンデアリーイーラス市は東部及び中部地方自治体内にある。以下はダンデアリーイーラス市における町、村、郊外の一覧である。ダンデアリーの海岸沿いの町は1930年に県の自治区とほぼ同等の権限を持つ、 より大きなダンレアリー自治区という名称が与えられた。ラスダウンはダブリン県の南東端に位置する断尺寮でラスダウン城にちなんで名付けられた。1606年にダブリン県の南にウィックロー県ができ、現在は廃墟となっているラスダウン城を含めラスダウンの半分がウィックロー県に移された。1840年代からラスダウンの旧品法組合は ウィックロー断浴量のすべてとダブリン断浴量の大部分を担当し、アッパークロスの一部を担当した。プラのダブリン区域とウィックロー区域から1898年の地方自治方法,法により、それぞれ1930年と1925年に廃止されたラスダウン1号とラスダウン2号というのを村地区が設立された。ラスダウンプラは、 ラスダウン公共支援地区として1960年まで存続した。ダンレアリー及びラスダウンは1947年の選挙法によってかつてのラスダウン1号の農村地区と隣接しているドイルエアランの選挙区だった。ダンレアリー・イラスという名称は1985年に地方政府法によって作成された選挙区に付けられた。 1991年の地方自治法に基づき、ダブリン県議会内に選挙区の地域委員会が設置され、ダンレアリーイラスを保持することを決定する前に、代替的な名称の可能性について議論された。1993年の地方自治体法により、1898年の法律によって作成されたものと同じ基準で、行政上の県、市となった。 1993年の法律では、アイルランド語で、d n リアリー r t h i n と名付けられ、英語では、ダンリアリーラスダウンと、ダンの U のアキュートアクセントを省略した。ダンリアリーラス市議会は、解消を申請する権限を与えられたが、発動しなかった。1993年の綴り字が2001年の地方自治法と2014年の地方自治法によって維持。 されている。それにもかかわらず、DLRCC とアイルランドの地名データベースは、英語でも DN リアリーラスダウンの綴りを使用している。英語では、カウンティ・ダブリン、カウンティー・クレアなど1898年以前に設立されたカウンティの名称の前に、カウンティーという単語をつけるのが一般的だが、後に設立された行政区画はそうではなく、 カウンティ DN リアリーラスダウンと呼ぶのは稀である。また、日本語ではその際、県ではなく、市を用いている。市庁舎ダンレアリーラス市議会が地方自治体である。6つの地方選挙区がある。1986年にダブリンの行政区はダンレアリーイラス、ダブリンフィンガル、およびダブリンベルガーの3つの選挙区に分割された。 1994年にダブリン県議会とダンレアリーコーポレーションが廃止され、3つの選挙区がそれぞれダンレアリーイラス、フィンガル、南ダブリンという行政区になった。2001年に行政区は単に市として再指定された。ダブリン市とともに3つの市がダブリン地域を構成している。ダブリン県という名は、 非公式に使用されており、住所でも引き続き使用されている。ドイルエアランへの選挙では、ダンレアリーとダブリンラスダウンの選挙区に分かれており、一般的に国道 N11 号に沿って選挙区が設けられている。これらの選挙区には、現在、4名の統一アイルランド党国会議員、一名の緑の党 DD、一名の連帯利益の前に、人民党 DD、一名の無所属 t d が、 在籍している。ダブリン地域は、欧州議会議員選挙で、ダブリン選挙区を形成している。文章に示されている、チュアンゴーシュリーブはモットーであり、港から山へ、を意味している。王冠は、伝説的な5世紀のアイルランド女王の、D.N. リアリーの代名詞であるロガー・マック・ニールの、ものである。アイルランド国鉄のダブリン高速輸送は、ダンデアリー・イーラス市の東海岸を走り、 ダブリンの市内中心部から北に接続している。さらにインターシティとコミューターの路線の北と南に接続し、都市間列車を運行している。また、路面電車のルワスのグリーンラインが走っている。ダンレアリーの街には中規模の港湾があり、かつてはイギリスの北ウェールズのホリーヘッドへフェリーが運行していたが、2014年9月に無期限に停止された。ダンレアリーイーラス氏は、 以下の都市との姉妹提携を結んでいる。ありがとうございます。